潜在ライク理論、略称 LRT または潜在ランク分析は、評価項目組への応答に基づいて、評価項目の特性を測定し、被験者の特性を段階的、順序的に評価する主権理論である。また、学力を潜在ランク理論を用いて、段階的に評価する方法を、ニューラルテスト理論という。潜在ランク理論は、2007年の、 インターナショナルミーティングオブサイクアメトリックササイトで、庄島光次郎により発表された。LRT では、素点を用いて評価する CTET や IRT とは違い、被験者の特性を段階的に評価しているのが特徴である。学力などの被験者の特性を測定する試験、調査では、必然的に誤差が混入するため、測定値の差が 実際の能力の差と一致しなく、解像度が高くないと考えられる。一方で、被験者や調査を分析する側は、その違いを過大に評価してしまう。そこで、尺度を段階的にすることで、測定値の差に実質的な意味を持たせ、被験者や調査の分析者に有意な情報をフィードバックすることができる。LRT では、IRT 同様、 評価項目の特性を測定することができるため、評価項目の適切さを吟味することができる。また、異なる非調査者が異なる日時、場所で異なる設問の調査を受けても結果を比較可能な尺度を構成できる。世界中の教育現場で多くの受験者は CTET で学力を評価されている。例えば、100点満点のテストにおいて、 65点と70点を2人の生徒の学力を考えたとき、この差を真の学力の差と断定するのは難しい。その理由は、誤差の影響やテストを構成する問題数、配点による部分が大きく、また、各々の項目に対しての反応パターンが違うことが考えられるからである。それにもかかわらず、 現在ではテストの連続得点を学力評価や入試選抜に用いている。LRT では CTT とは違い連続得点ではなく段階評価を行う。LRT では段階の違いによる能力が連続得点の違いより明瞭であり説明が容易であることが特徴である。また連続得点では能力の強示変化を追う際。 一定の幅で得点が変動するため、実質的な能力が変化しなくても変化していると、錯覚してしまう特徴がある。LRT では、IRT と同様、個々の項目への反応パターンをもとに評価を行う。ある受験者がある項目に対して、まぐれ当たりをしているか、など、運の要素を排除し、受験者の真の能力を測ることができる理論である。また、LRT に基づく、 コンピュータ適応型テストも開発されている。このように LRT は IRT とほぼ同じ利点を備えているのも特徴である。LRT では分析の目的に応じ任意の潜在ランク数を設定することができる。ランク数が多ければ集団をより細かく分析することができるが潜在ランクごとの差が不明瞭になるという特徴がある。LRT で得られる情報として 項目参照プロファイル、テスト参照プロファイル、ランクメンバーシッププロファイル、ランクメンバーシップ分布などがある。ARP のムラフレ項目参照プロファイルは、各々の,の,の項目のランクごとの期待正当率を表している。IRT における項目特性曲線に相当する。項目特性曲線とは違い、単調増加にならないことがある。各項目に対し、 以下のパラメータが求められる。TRP のグラフレーテスト参照プロファイルは、項目参照プロファイルの総和であり、各潜在ランクの期待特典を表す。項目参照プロファイルとは違い、単調増加になることが多い。ランクメンバーシッププロファイルは、各受験者のそれぞれの潜在ランクに対する所属確率を表す。所属確率が、 最も高い潜在ランクに受験者が所属すると考えられる。RMP の例ランクメンバーシップ分布は、各被験者のランクメンバーシッププロファイルの総和を表す。ランクメンバーシップ分布は、母集団の特徴を表していると考えられる。受験者の理算的な回答から、項目参照プロファイルとランクメンバーシッププロファイルを同時に推定する。推定には、 自己組織化マップや生成トポグラフィックマッピングのメカニズムを利用している。IRT がロジスティック曲線へ適合するように推定しているのに、対し LRT はノンパラメトリックなのが特徴である。潜在ランク理論を用いた評価のフィードバック方法として Can Do Statements がある。項目参照プロファイルを正当率順に並び替えることで、 各ランクにところ属する受験者のたちがどのような項目群を理解し、どのような項目群が理解できていないかということを視覚的に調べることができる。各項目との関連を調べることで、各潜在ランクの学力深度到達目標を考察することができる。ありがとうございます。